はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはミッドレンジトルネコになります。はい。なぜミッドレンジトルネコ使うのかっていうと、結構ね、レジェンドランク帯でトルネコの勝率がすごくいいんですよ。使用率の割にね。うん。ってことは、まあ、上手い人がトルネコを使えば、すごい勝てる環境なのかなと思っています。はい。なので今回ちょっと紹介していこうかなと思いました。はい。で、レジェンドランク帯のトップ10の中にミッドレンジトルネコが結構いるらしいですよね。3分の1ぐらいはミッドレンジトルネコみたいですごい強いってことですよね。そう考えると。うん。なので、まあ、デッキパワーはあるのかなと思います。はい。で、まあもちろん今回紹介していくのはメタル軸ではなくて、もう純粋なミッドレンジトルネコ。うん、診断のカードがちょっと乏しいと思うんですけど、オルゴデミーラ、痛み分け、ブラッドリリー2枚が、診断のカードになってるんですけど、まあ、これがさ入ったことによって、まあ、非常に強くなったと。でブラッドレディが採用されたことによってアロードックがもう今実質4枚みたいなもんで使えるんで非常に強いですよね。うんで僕が組んだらこういう形になりました。はい、まあ、マネマネとかドラムとか、まあ、この辺は自由に変えていただいていいんじゃないかなと思います。はい。でもまあこれでもね十分回ってくれるんでまあ結構強いのかなと思います。はい。それではこちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。相手テリーですね。後攻を引いていく。ブラッドレディはキープ、はぐれメタルもキープしたい、土嵐もベビーパーサーもキープしたいということで、これオールキープでいっちゃいましょうか。うん、まあ今の環境テリーといえばアグロが非常に多いイメージがあるんですけどいかがかな、うん、アロードックもいいね。さあエンドそしてどうする。まあもしかしたらゾンビテリーとかねそういう可能性もあると思うけど、おおなるほど、んこれ奇跡テリーかなっていう気がするな。これ奇跡っぽいな。動き的にまあこれはベビーパンサーいきましょうか。はいベビーパンサー、種のねガチャがねすごい運悪かったからきついかもしれんきついかもしれん。さあズッキーニャジンがめちゃめちゃできますね。テンションアップエンドと。さーてそしたらどうしようかな。ブラッドレディで処理してもいいと思うし、まあアロードックで処理するか。うんほいアロードックほい。土嵐も展開しちゃおうかな。うんフェイスまあ21にしとくか。うんほいエンド、まあ、ジャガーメイジあったらちょっともうさよならっていう感じですね。うん今の環境ジャガーメイジ入ってないから全然うん可能性はあると思うけど、さあどうする。鬼の展開ですよ鬼の展開悩んでんね。まあジャガーメージがなければ逆に強いですよこの盤面は。うんドルヌーバーテンションアップ稲妻はいまあテンションスキルをねちょっと吐かしたかったんですよね、うん、さあゴールドマンこれは強いな。ゴールドマンわりかし強いほいで力振っといてでフェイスフェイスかな。はいエンドまあこれでドルヌーバーどこ当たってきても死んじゃうんでこれは OK でで、まあ動き的に奇跡っぽいから別に15ケアせずとも多分いいと思います。はい、多分死神貴族とかは入ってないと思うけどね。いや悪くないね。はぐれメタル力の種ってあるし、なんならブラッドレディも高校で使えるし、うん、さあ奇跡、よっしゃ。ほんで1コスト何で動くかですかね。まあサンディとか置くか、もしくはテンションを上げるかってところかな。うん、さあさすがに処理。まあでも次のターン、サンディネクロバルサーみたいな動きが多分あると思うんで、それをちょっと気をつけていきたいかなとは思います。ヘビーパンサーテンションで開けていきましょうか。ほい、さあまずはなんだこれ、金縛りの杖。おお悪くない。いやー種運がちょっとないな。土原氏幸せ。あフェイス、まあ、力振ってもいいと思うけどな。おいおい、いやーうん、ほいこう振っとくか。エンド、まあ種1個は残しときましょう。はい、俺のターンだ。展開力でちょっと見していきたいですね。金縛りの杖もなんかテリー相手だと結構辛いんじゃない？うん、結構しんどそう。さあブラッドレディ1点辛い。そしてベビパンテンションとかだと少々きついですね。ギガクラッシュ、武器振れ、振らないか。振ったら強化できへんもんな。振れないっすよね。そうやな。じゃあまあこっちもブラッドレディで、ほい。さあまず宝箱開けましょうか。パカーっと、ほい。おー強い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 、悪くない。雲の巨人テンションアップ攻撃と、これでエンドかな。はい、やってやるぜ。さあ小粒のユニットでね、どんどん削っていきましょう。ポリポリとポリポリと削っていきますよ。まあドラムあたりがあればね、もうちょい軽く戦えると思うんですけど。さあ剣の手入れ、ネクロバルサはない。とりあえずは奇跡を延長したって感じかな。おいで、まあ、レジェンドランク帯でね、トルネコがこんなにいるってことはすごい強いからね。ああ、無価であんねや。へえ。おーっと。なるほど。まあでもケアできへんかったからしゃあないな。3点パンチ。まあ、これがフェイスに行けば残り5点なんですけど、どうしようかな。雲の巨人。悩ましいな、これ。難しい難しいな。雲の巨人、雲の巨人、はい。でテンションアップ、はぐめたまで展開するかな。はぐめたでどう処理するかなんだよな。はぐめたで処理するか。うん、はいはい、エンド。これしかないかな。俺のターンだ。ちっちゃいユニットを展開していく。まあオルゴデミーラとかな、引け取ったらな、すごい戦いやすかったと思うんやけど、どうなんでしょうか。どうなんでしょうかね。さあ8コストの動き、デュランとか来ちゃうと、まあ、金縛りで動き封じてみたいな感じになるかな。さあネクロバルサで延長6点か。あと厳しいっちゃ厳しいな。まあ種の空き次第か。火炎切り攻撃、はい残り6点、盤面に2点あるからあと4点で手札に1点。まあ種でね、幸せ力とかそっち系やったらまあ戦えそうやけど、はいおい、オッケー、勝ち勝ったな。おいなんという運の良さ。おいおいオッケー、対戦ありがとうございました完全に種運が上ぶったね。はい、対戦ありがとうございました。俺もまだ未熟ってことか。さあ対戦やっていきましょう。先行いただいていくお相手トルネコですね。痛み分けの杖はちょっといらんかな。まあ持っといてもよかったと思うけど、トルネコミラーって先行が不利なんですかね。ブラッドレディも高校で使えるし、アロードックも高校でね早い段階で使えるしってところでどうなんでしょうか。さあ種を開かない、種を開かない理由とは一体何なんでしょうか。さあ種開かん理由って別にないっすよね。アグロピサロとかそういった敵じゃないと。さあ悩んでいってますね雲の巨人、私のターンですね。さあしたらシーメーダでドローするか大竹を展開するかっていうところなんですけど、種運が悪いとね青竹が機能しないんですよね。これはシーメーダ種開きかな。はい、シーメーダー種開き、おい、微妙振っとくか。はいエンド。まあ命1個振っとけばブラッドレディ1体だけで取られることもないんで、まあそうしときます。はい、さあ種を開いてとっておきのお宝をパンチ。アロドかブラッドレディだとアロドック、なるほど種降ってくるかなまあもちろん振らんといてほしいけどね、こっちからしたらさすがに。よいしょ力、なるほど。じゃあブラッドレディで処理します。レディでほいで幸せ振っちゃうか。はいエンド。まあこれも幸せ振ることによってブラッドレディでブラッドレディを返されるっていう動きがなくなってくるんで、まあ、フリドックかな。さあオルゴデミーラ召喚ということで、えぐいな。種は振らない、なるほど。さあそしたらどうしようかな。まあ幸せ振って処理してもいいと思うんですけど、悩むな。青だけポポンと青だけに振る幸せを、そっちの方が強そうやね。はいテンションピースエンド。これではぐめた。力だらけなんか幸せ。取り出し物ですよ。オルゴフェイス、なるほど、フェイス合戦かなオルゴデミーラこっちも引いていく、悪くない。オルゴデミーラ強いな。オルゴデミーラいくか。オルゴデミーラほいテンションアップほいフェイス合戦っぽいんでフェイス攻めましょうか。お前のオルゴと俺のオルゴどっちが光ってるかよく見てみろ、よく見ろ、この奥行きねこの奥行き。まあトルネコなんでね、封印の杖とかありそうなんですよね。それがちょっと怖いんですけど、まあまあまあ頑張っていきましょうかというところで、はい、とっておきのお宝を命土嵐、なんかジャガーメージで取れそうな気がするんやけど、力命ないのかわいそう。それはジャガーメージいきます。ジャガーメージ出してシーメーダー処理しましょうか。はい、まあ、まずは種開いてもいいかも。いやちょっと待てよ、ゴールドマンジャガーメージの方がちょっと強そうかもしれん。盤面がゴールドマンでジャガーメージ、ほい、こっちの方が強そう。うん、ほい、ピャーっと調理器ナイス処理、もちろん処理エンド。この超力の種はめちゃめちゃでかいなこのデッキ採用してないからね。これで痛み分けもゴールドマン効かないんで青だけ。え、どういうことさあやっていきましょう。お相手テリーでここをいただいていく。まあダークドラムはいらない、痛み明けもいらんかな。これでいきましょうか。ほい、うん、悪くない、悪くないですよ。今テリーが増えてるからね。ブラッドレディあたり引けていくエンド。いやーこの種のハイパイマジでいいな。命2枚力1枚がすげえなんか一番強い種じゃないかっていうレベルで強いと思う。さあ雲の巨人、まあ雲の巨人いくか。あーどうしようかな。青だけに命振ってエンドするか。うん、エンド。これでまあ点スキだけでは取れないんでね、はい、まあテンションスキルハジャとかやと取られちゃうんですけどどうかな。さあテンションスキル打っていく。あ違うわ、テンションスキルハジャは装備できへんのか。はやぶさ斬り、はやぶさ斬り入ってんねんねまあはぐれメタルに打たれんでよかったかな。さあアロードック、じゃあ青だけもう1枚いっちゃいます。命テンションアップエンドで、まあ次のターンアロードックも出せるんでね。うん、さあ盾魔人強いけどブラッドレディとなんかうまいことをごちゃごちゃしてっていう感じで使っていくかな。いやアロードックでいいな。アロードックでぶつけてでぶつけてジャガメケアどうしようかな、悩むなジャガーメージ、まあ、ジャガーメージに対してブラッドレディっていう回答策があるんでここは出していきましょうかね。うん、雲の巨人でいきます。はい、エンドで、まあ次のターンベビーパンサーテンションでテンション回るんで覚悟しておけよ。処理奇跡テリーなんかな。奇跡テリー増えてんのかな、何なんでしょうか。はぐれメタル、じゃあベビーパンサーテンションで回します。回しますよ、ほい。うん、幸せ。まあここずらしとくか。じゃあ掘り出しでこうと、ほい、エンド。俺のターンだ。まあ剣人もないんでね、雲の巨人取るのはちょっとしんどそうやけどどうかな。からくり将軍強え、強いすごく強い。さあ後手に任してもみじが3体か。もみじでもいいと思うんだよな正直。ジゴスパークもまだ打てへんし、いやでもまあ慎重に行くならちょっと変わってくるけど、とりあえずシーメーダー出しましょうか。シーメーダー、さあ宝箱。おおなんだこれ、正義のそろばん。へえ、パンチブラレブラッドレディで、まあパンチでいいか。これでエンド。はい、どうでしょう。残り11点、こっちの打点が3点なんで、まあ、奇跡で回復することはないですね。11点は多分動かんと思います。剣の手入れ、奇跡がすげえ強なってんな。グレイグ水産、水産、俺を倒してみろ、俺を倒してみろ。倒そうかな倒すか倒すまいかちょっと悩むところやなこれ倒すか倒さんかちょっと悩むな。どうしようかなこれ。さすがに倒さんでいいか。もみじ次でいいか。いやー悩むなこれ。どうしようかな。わらしに力をちょっとつけて、違う、もみじゃない、力、力、力、はい。これでエンドしとくか。うん、命がないんでじゃがめきはできないですよねとりあえず盤面空になるのがちょっと嫌だったんで、火炎技プラスなんか奇跡で取られてグレイグフェイスに来られるっていうのがちょっと嫌だったんで、ここはちょっと出していきたいな。ゴースネル強すぎ、強すぎ。はい、火炎切りは NGNG だー。おあよかったビビる、恐ろしい。奇跡触れへんやろこれですよね。グレイグフェイス触れないですよね。さあオルゴデミーラ、まあとりあえず種開きましょうか。はい、とっておきのお宝を、ああなるほど。正義のそろばん、攻撃力プラス244か。4444って強くねえかちょっと待って、リーサルないか。6789101、あと1点足らないがはぐれメタルで詰めれればって感じなのかな。正義のそろばん、違うな。これで取ってここで788910111、オッケーあるね。ほい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 と、オッケー。これでぴったしかなよし、なんと正義のそろばんでリーサルを取っていくと。オッケー対戦ありがとうございました。いや強えなトルネコ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですねミッドレンジトルネコ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ強いですよねミッドレンジトルネコ自身僕あんまり使ったことないんですけど、それでも結構回ってくれると。ってことはまあデッキパワーは結構ありますよね。はい、まあ、非常に強いんでね、トルネコで、まあ、勝ちたいっていう方は、まあ、こういう形のデッキを組んでみてはいかがでしょうか。はい、よろしければフリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではよろしければねチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。